もうここからあれだ、市場前から行けばもうそこに千客万来がある、ね、ここからだ。さあ今日は豊洲市場千客万来に来ました。はい、見えてきましたね。はい、どっかなんか食べるとこねえのかね、どっかね、明日ね、うん、あったね。はい、千客万来です。1枚こっから撮るのもいいんだ、こっから撮ってもいい。はい、これから着きます。はい、千客万来です。あ、神楽寿司だった、うん、神楽寿司さんだった。入れないんだ。まだ中はあれだ。入れないんだ。入れないんだ。あ、美味しい。柿屋があるよ、柿屋。あ、ここいいな、もんじゃ屋もいいな。いいの、これは貼っても。お、柿屋さんがある、いいね。大黒天屋さんもある。肉寿司。いいよいいよ。膨らむ。いちご安稽古が。ああ、すごい。すみま
水産、あるね。いやー美味しそう、これ美味しそう。大黒天、大黒天さん美味しそう。柿食いて、柿これも食いたい。職人さんがやってる。これね、まだやってないでしょ。やってないからね。いい店いっぱいあるね。Thank you.
継続やるべ。おお、いいね。いいね。なんか相手とかやったら食べるべ。うん、フードコートは。ちょっと一回ぐるっと回ってから行く。うん。まださ、あのこういうしてるからさ、やってないからさ。ね、これ美味しそうなの。美味しそうだね。おはぎ、うん、これね、なんか美味しそうだね。海鮮弁当、金だこ。フードコート行ってみて。フードコートは。あ、カネスがある。カネスがある。金だこば。トロさん有名で、築地でも有名な。あ、田島さんもある、田島さんもある。うん、焼肉塩ホルモン、ここもいいんだな。ここも塩焼きホルモン、うん、さあ行くよ行くよ、はい。と、あの、じゃじゃあこっち降りる。買っていくか。
買っていくか、買っていくか、うん、芋松、芋松、何どれ、わでっけえな、でっかいね、でっかいね、ブロッコリーだもん。へえ、俺んちも、あ、あるね。ね、うん、なんかすごいね、やっぱうちの農家としてはね、あれ、うん、なんかお土産で買ってくの、買ってくべ。いや、ちっちゃお腹いっぱいで今食うわけじゃねえよ、お土産でいいんだっつってるの、お土産で、うん、見ていけ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 、せっかく来たんだから見ていけ、見ていかなきゃ損だよ、うん、あ、デコポンがあるよ、デコポン200円、お熊本県産じゃん、200円、買っていくか、こんにちは、デコポンはうちの熊本のあれだからな、うん、あ、これこれすごいね、ブラッドオレンジだって、ブラッドオレンジ、ブラッドオレンジ、ブラッドオレンジは知ってっけどね、うん、うん、なんか、うん、ああ、へえ、ああ、おいしいな、うん、ああ、デコポン欲しいな、デコポン、デコポンが欲しいな、デコポンが欲しいな、え、牛乳ね、はい、これね、うん、はい、私がこんなのやつな、いくらだった、うん、どんぶりやだ、どんぶり、うん、いや、まだやってない、これから、これから、あ、ここもなんかいろんな乾物屋だな、乾物屋で、うん、あ、小田原のこれこれこれ、おにぎり、おにぎり、おにぎり、これ美味しいらしいよ、うん、これ美味しいらしいよ。ね。これ美味しいらしいよ。おにぎり。おにぎり美味しいの。うん。でもなんか違うよな。かまぼこだ。なんか違うの食べてる。おせんべいとかですけど。ね、なんか違うよね。おせんべいだね。ね。おせんべいのせて食べてるね。おせんべいで食べてるね。違う。違うね、すごいね、もらっていきな、いろいろもらっていく、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 資料は多い方がいいが、資料は多い方がいい、江戸前は多い方がいい、あ、豊洲おでん、おでん、おでん、外国人がよくおでんを食べるから、おでんだ、あ、カニだよ、そうやん、あ、カッパ村、遺品村じゃん、有名だよ、これ、あ、すごいね、いや、すごいね、いいところばっかだね、これお茶屋だよ、お茶屋、浅草のお茶屋、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 ちょっと休憩もしたいね、少しね、疲れたね、ちょっと外行くべ、外、いや、もう濡れない、大丈夫だよ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 、中入ればいいんだよ、中、中入ればいいんだよ、なんか入るよね、こういうのいいね、好きだね、俺、ね、
すげえ。わあ、木だけがある。木だけ。はい。いやー、木だけのところだ。木だけだ。ちょっともんじゃだけ取る。はい、行こう。行こう行こう。だね、人太子じゃん。あ、テリー伊藤だよ。卵焼きやってるよ。あ、うなぎだよ、うなぎ。うなぎ、おいしそう。うなぎ、うなぎ。誰？え？伊藤麻子。よいしょ。よいしょ。3階のフードコート行ってね。フードコート、どんなもんか。え？あれ今ここ取ったっけ？どうだっけ。え、こっち行っちゃうか。
っち行く。これ有名なウニトラ、ウニのあのお店。いやそうだけどさ、ここは田島さん銀座でやってるあの店。うん、ここは塩ホルモン。こっち行ったらあれになるからこっちはもう終わりだべ。うん、給水丼だ。ああ、そこと同じだな。いるね。神楽寿司も食べたかったな。神楽寿司。大黒ちゃん食べたいけど肉だからいいや。大黒ちゃんやっぱ魚だからな。エンド。すごいなってるね。店が。あ、たい焼きやで。たい焼き買って行こうか。車の中で食べるの。え？たい焼き買って行こうか。たい焼き。え？15円、ここ美味しいんだよ、築島もんじゃ。釜飯屋がやんだ。これだね。テリーさんの店あるよ、卵焼き屋。卵焼き屋。うなぎ食べてえな、うなぎ。あー、うなぎ食べて。うなぎ食べてえけど、今日お腹いっぱい。うなぎ食べたいけどお腹いっぱい。うなぎいっぱい、お腹いっぱい。番屋さん、番屋さん。ここは番屋です。江戸千客万来の番屋です。でここは関所です。で、ここは神楽寿司です。神楽寿司です。で、ここは出口です。